どうも、おしょうゆで,です。またマインクラフト続きやっていきたいと思います。今回は、えー、ちゃんと取れてるといいな。ということで、砂、え、糖、ー、キー畑の続きをやっていきたいと思います。ちょっとね、まあ、コメントでもね、一段ずらした方がいいんじゃないのという、ね、うん、ご意見あって、私もそう思ってたんですけど、一段だけでもね、結局詰まってしまう部分が出てきてしまって、まあ、しょうがないのかなこの形だと。うん、なので、ちょっと一段ずらしてね、こうやっていって、 だんだん小さくなっていく感じにしてみて2段追加しましたでそれでもまだやっぱりつスタックしてしまうそのね詰まってしまうというところその土ブロックがキャッチしちゃうんですよねなんでしょうがないので、まあ、それはいいやもうしょうがない <laughs> どうしようもないと思う多分。<laughs> ということでですよ、えー、と今回は作業風景もえー、細々入れながらやっていきたいと思いますとりあえずサトウキバだけを終わらせたい 4段目まで終わらせて、今配線をやるところでございます。えッ、ー、OK。じゃあ、ここですね。こんな感じでつけていって、よいしょ。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 オーソドックスはね、水で流すタイプだと楽ですけど、配線、あと、ね、 回収もちゃんとできますしだから私ちょっと特殊な形にしちゃったので、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけどよいしょとここで今1234567個で891011121313枚来ちゃったんでよいしょここに1個追加してよいしょ延長します2 3 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14で何度とかつながりました。OK。ちゅうことで、えーまあ、こんな感じでつながったということですね。で、えー、上の方をね、ちょっと5段目を作っていこうかなと思ったんですが、TNT ちょっと作って持ってきたんで、うんと、それを、えー、使っていきたいと思います。ACDC にそんな記憶ありましたね。 TNT っていう曲 <laughs> 知ってる人の方少ない <laughs> 私最近めんどくさいのでもうこうやってガンガンあ間違えたえー、っとガンガン TNT を使ってねよしやばいこう食らうかなあっだいぶだったそうダイヤモンドののてるもんねよしはいどんどんダメージ食らいながらやっていきますオッケー。 本当はね、バックグラウンドミュージックにあの、TNT って曲流したんですけど、ちょっと使おうかな。<laughs> 触りだけ。<laughs> 仕事うことで、えーまあ、こんな感じでね、これ使うとやっぱ早いですよ、断然。あの削る量減るんで、爆発の半径考えればね、う,んあのうまく調整しながら、こうやって掘る回数大幅に減らせると思うんで、トラップタワーが効いてますね、こういうのができるっていうのは。 よいしょ。ちょっと暗い暗い。楽ちんでいいですね。やっぱり。バッチリです。1、2、3。土ブロックとかがあると、爆発半径が多くなっちゃうんで、まあしょうがないですけどね。OK。早いでしょバンバン、バンバン使っていきますよ。こういうの。で、えー、っと、ここはどこだあと、 あと、数ますか。じゃあ、ここ、よいしょ。まあちょっと大きくなってもな、ね、後で埋めるんで、適当に、適当に掘っていくと。ここ、木にして、踏む。で、ここ、あら、<laughs> まあいいや、ここ、 ここ。下から見える部分だけはしっかりしてあとはサボるというねいつもの流れでございますえー、っとそこがもう2個になるからここが2個じゃないだめですねよしこここここことオッケー無限水源をですよ作らないとだめなのでよいしょよいしょオッケー で、水とにあらー水水作業音のねゲームなので作業芸じゃんとか言う人いるかもしれませんけどいやそれが醍醐味ですよほんとにほんとそれだけあそこ入れなくてよかったのかですでも、まあ、作業のゲームなんでそれをお見せしないことにはねやっぱり始まらないんですよね うん、ただ見せすぎると難しいというその配分が問題ですよね。私はなるべくカットしてお送りしてますけどもっと見たいよっていう人もいればもっと作業風景を短くしちゃってもう完成形だけでいいよっていう人もいるかもしれないのでそこは人それぞれなのでねあの全員のご要望にお答えするのは極めて難しいということでな。 なんかもうなるべくきれいにとか言ってこだわってるとね永遠に時間がかかるんで、えー、カットできるところはどんどんサボるという <laughs> よしで、えー、ここに載せるとこれいらない4 5 6 7 8 9 1 0一1 1 1 2と OK 終わりさあこういうのは後で削りますんでとりあえず形だけでも。 で、ここを開けてよしえっ、ー、とここだよね確かおうおうおう降ってきた降ってきたやっぱ残るねやっぱり。 まあ回収はねそんなに難しくないのであのー、ちょびちょび入ってくのでえー、っとサトウキウ畑はね大体、えー、こんな感じで終わりにしてですねあのー、次はですねクリエイティブでちょっと何を作ろうか考えていたらあのー、以前作ったねなんていうのかな、あのー、地上から200150マスぐらい上に作ったトラップタワーの周辺にモンスターが湧いていたんですよね。 えー、何それと思って <laughs> いつの間にかねなんか変えられちゃってる仕様をなんかそのバグ化だったのかな直されちゃったみたいな直してくれたみたいで、えー、なんでねちょっと慌てて上にねあの向こうで作ったトラップタワーとちょっと違う機構のやつを作ろうかなと思ってだいたい大まかに、えー、形をね整えてまいりました。 えー、ここ2時間半ぐらい、えー、かかっておりますけれどもここから一気に、えー、天空の城城ラピュタまで、えー、行くという形になりますそれこれはね作るのそんな時間かかんなかったけどここから一気に上に上,に上がっていってで、えー、そこにありますちょっとね、まあ、作業が大半だったので、えー、っと最後の大詰めだけ残して、えー、ストップした感じですけれども 1>, 1フロア、えーっと、フロアとしては2フロアですね。2フロアでそんなに大きいものではないです。なので、さささっと作りましたけど、ここに向こう側で作ったようなものがあります。えー、一応、放置もできるように溶岩ブレードを置いて、そこですね、溶岩がせき止めてありますけど、ボタンを押すと溶岩に流れてダメージ与えられるというものです。でこっち側が、えー、ピストンのエクステンダーでアイテムを開始すると。 ちゅうことでちょっと上行ってみましょう。これも作るのはね、もう一回作ってるんで、さささっと。丸石で簡単にね、材料をかからないようにしておりますけれども、えー、っと、モンスターがね、湧いてくれるんですよ、本当に。ちゅうことでですね、またここから、えー、っと、どんな感じでね、動くのかというとですね、えー、この、ここが湧きそうですね。で、ピストンで今水をせき止めてるところを下のボタンを押すと、えー、 水が流れるということなんですけどクロック回路っていうのをまあ使うか使わないか分かんないですけど上にねあの何ていうのかなあのマインカートを走らせて大きく一周で一個だけ何ていうのかなうーんとディテクターレールっていうねあのものを使って。 ある一定周期で水が流れるよよううなな感じにしようかなとでボタンで、えー、オンオフが可能にするっていう感じにしようかなと思っておりますで、えー、ここだけしか設置してないのでとりあえずその続きを、えー、お見せしながらお話ししようかなとで、えー、ここにピストンをこんな感じでちょっとコンパクトにするためにですねちょっとコストがかかるんですけどよいしょ 全部鉄を使っちゃいました。よし、危ない危ない,危ない落ちたら死ぬ。絶対死ぬ。よし。で、えー、ここに設置。ピストンの位置はここですね。で、水がその水源がその奥に来るっていう感じです。よしょ。アリア。何思った。もうやめてよそういうことすんな。<laughs> ピストンがビヨーンって伸びちゃった。よいしょ。ピストンちゃんと押してくれる力あるんだね。こういうとこはみ出ちゃうんですよね。よいしょ。えちょっとあんた何してんのこんなとこで。ライトが足りなかったか。痛いよ、ちょっと。まだ湧くの早い。ちょっとまだ、まだ湧くんじゃない。どこ、どこで湧いたここらへんかよいしょ。無限水源を作って。 もう水なそっか水のバケツがないのかあそっかこれこうしてこうですねこうすれば楽ですねよしこれで楽チン楽チンよしそうですねおまあ前回作ったのとほとんど形は変わらないのであのその水の流し方をねちょっと変えただけであのあっちの形でも良かったんですがう <laughs> んと枠 そうはね、えー、少なくなってしまう、ワンフロアで少なくなってしまうので、水が流れる限界があるのでね、1マスから流れる水の広がり方には。なので、今回は一気に流す、押し流すっていう、ね、公式にしちゃいましたけど、ちゅうことでですね、どっから下から来る、あ、ここですね、下からずっとつながってるんですけど、 よしじゃあここがねえっと配線をつなぐためのえ仮の建設の通路なんですけどよいしょさてどうつなぐかだよねレッドストーンが足りなさそうさて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 ちょっと下がすごいことになってますよトーチ消したら水一回流してみたんですよ動くかどうか そしたらすっごい勢いで分き始めちゃってもう下に降りられなくなっちゃったんでピースフルに変えます<や>ちょっとえーっと、はい、ピースフルにして戻ってまいりましたけど上をどうするかっていうとですね、えー、ここからずっと下の方からあのー、ボタンを押すとねあレバーを押すとずっと信号が上に来てこのピストンが作動しますオンにすると。 でスティッキーピストンの横にブロックがあって、えー、ブロックが出て回路がつながるということで下の水が、えー、出たり入ったり何ていうのかな、あのー、一定周期で水が流れるような感じにしようかなと思ってるんですけどそのためにはですね上にマインカートを走らせてディテクターレールをね使ってちょっとやろうかなと思ってるんですが。 えっと例えばですよ、ディテクターレール、ここに設置しますよね。で、こんな感じ。で、えー、その調節が難しいんですけれども、よいしょ、なるべくね、遅く一周してほしいので、そうね、こんな感じ。 どれぐらい進むんでしたっけ人が乗ってない場合ってちょっとそれを確かめながらやる必要がありますねさて戻ってまいりましたちょっと作ってきましたレールをよいしょとりあえず敷いちゃいますねよしこれを敷いてあとパワーレールのねあのー、数を調整するっちゅうことが大切になってきますね次はえー、っとこの あっやっちまったうっしょーどこまで進んだろうゲームを終了ヒューンでここで止まる分かったじゃあここら辺に止まってもらっては困るのでよいしょなるべく遅くしたいというのがありますよし。さてえー、っとー今ねちょっと作ってみたんですけど回路ここにオンとオフを切り替える私のおなじみの回路があります で、えー、っとちょっとごちゃごちゃしてますけど、まあ、ここは誰も来ないので,もで、えー、マインカートがディテクターレールが2つ設置してあってですねこの下と向こう側ですね反対側で通過すると向こう側からラインが送られて、えー、回路のオンオフをまあ切り替えるということですねで、えー、大元のスイッチがあって でこのピストンが動いてる時のみ、えー、パワーがいくという形になりますさてえー、っとまたクリエイティブにね突然ですけれどもまた来ました、えー、サバイバルだとねまたブロックが一緒とかで回線がごちゃごちゃしてて全然説明ができないのでこちらでね大まかに説明しておきたいと思いますここにあるのがねモンスターを湧く場所だと思ってください、えー、お見せした通りねピストンが水をせき止めております今はオンの状態ですね で、えー、っと、レッドストーントーチが下に設置してあって、回路がつなげられていると思ってください。で、今オフの状、あ、オンの状態をキープしている状態ですね。うん。で、えー、セクション2。こちらの方、マインカートが永遠にぐる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 回っております。はい。で、えー、サバイバルの方だね、もうちょっと大きくて、信号がね、えー、なんていうのかな。 うん、もうちょっと大きなサークルになってるんですけれどもここでは小さくしましたちょっと見やすくしてねでえー、っとディテクターレールっていうねレールの何ていうのかなマインカートが通過した時にのみ、えー、信号を送るというものが2つ設置してあります緑のラインと黄色のラインですね、えー、反対側に1つずつ設置してありますなのでマインカートは永遠に同じところをぐるぐる回ってる 必ず箇箇所2箇所、えー、通過するときに信号を2回送るということですね。で黄色いラインと緑のラインはこの 3×3、えー、のねオンとオフを切り替える、えー、私のおなじみの回路につながっております。で、えー、そちらの方につなげられて、えー、信号が送られるんですけれども今は、えー、回路がつながっておりません。緑のラインのここと黄色のラインのここが、えー、途切れているため信号がピストンまでつながらないようになっております。 でえー、このピストンがね粘着ピストンにくっついているためここのね、えー、レバーをオンにすると信号がねつながって回路がオンとオフを繰り返すと今ねマインカートが黄色いラインに乗るとこっちがね電,電流が流れてオンとオフを切り替えてくれるという形ですねで、えー、また、えー、やめたい時はここをオフにすると そうですねもうモンスター湧きませんよということですねこんな感じでで、えー、これをオンにするとまた始まるということですねその流れが<笑><笑>ということで、えー、まあこれが簡単なシステムですなのでそんなシンプルなんですけれどもえー、まあちょっとサバイバルでお見せするとね混乱するかなと思ってこちらでご説明しました ってことで、またサバイバルにりますなので、水が動き出すという形です。下の動きを見てみるとですね、まあ、こんな感じです。今、下だけ繋げたので、このタイミングぐらいですね、今沸いて、水が流れて、えー、押し出されると。で一定時間経ったら、またマインカートがオフに切り替えるんで、これですね、こんな感じで、プッシュプッシュしてくれるわけです。ちゅうことでですね、まあ、これはこれでいいとして、えー あとで下のオンオフを切り替えれば勝手に変わるのでよいしょで次はですよこの2段目のところはとりあえずかえつ,くつなげたんですけど下をつなげてないのでつなぎに行きましょうえー、っとどうしようかなこれそこから伸ばすよいしょこうやって、えー、回路を伸ばしてですよちょっとめんどくさいなここよいしょ よいしょ。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 で、ここを切ると。OK。それで、えー、っと、どうしようかな。こっち側に伸びるやつとこっち側に伸びるやつにするよいしょ。それで、えー、これをつなぎますと。レッドストーンが足りない気がしてきたぞ。あ、間違えた。 またここからカットカットでお送りしますんでよろしくお願いします。13ぐらいで止めとかないとダメですね。怖い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 落ちたよ死亡脂肪です。えー、っと、ここでエクステンションを出さないといけないので、1234と。で、えー、ここにこんな感じにしてね、こうやって。 で、えー、ここかなこうですね。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。でここでそれで、えー、こういうところにもですねライトを設置してこなければなりません。よし。 よしここにもバンバン設置さてえー、っと今すべての回路がつながりましたそれで、えー、こんな感じですねこれぐらいの周期で、えー、オンとオフが切り替わるんですがどうした方がいいかなもうちょっと流れてた方がいいかなこれで沸いて、えー、落ちて まあちょっと調節しますねえっと雲のね回収をしようかなと思ったんですけど、えー、雲が湧かないようにね、うん、湧いても倒せるようにしました、えー、というのもですねちょっと雨の音がうるさくなりますが申し訳ないここにマグマのね、えー、ブレードを設置して、えー、両サイドからねマグマが出るようにしてここを押すとマグマが放出してまあ雲は行ったり来たりするんでこれで焼いちゃうことにします。 よし。っていうことで、あの、水温非常に手軽になりました。あと上をね、ちょっとピストンのドアを設置した。もう上に溜まってますね、かなり。<laughs> あの、落ちてこないようにしました。勝手に。うん。で、このボタンを押す、あの、このレバーを引くと、上の回路が作動すると同時に、えー、あそこの扉が開くというふうに、えー、ただ繋げただけです。っていうことで、上ごちゃごちゃしてますけど、とりあえず終わったんで、えー、やってみたいと思います。それ落ちてきた <laughs> すげえ <laughs> すげえこれはすごいね結構結構気分爽快だねモンスターの声がうるさいこれはすごいで面倒、えー、くさい雲が増えたらですねよいしょまた上に上がってっちゃうんですけど彼らは、えー、そのうち降りてくるんであのー、これで焼き払うって感じですね さよなら。で、モンスターも一緒に焼けますんででアイテムは下に残るとそういう感じでございますでこれを開けっぱなしにしとけばとりあえずモンアイテムだけは下に落ちているって感じですねよいしょすごいうるさい <laughs> これ閉じますとりあえずってことで、えー、上の回路を閉じなければよいしょ ここで永遠に湧き続ける感じですかね。よし。効率はそんな悪くないんで、こいつめ、この野郎、いてこの降りてきやって、こっちくしょうめ。よし。ってことで、上は閉まりました。ってことでね、結構効率、やっぱ、ここでしか湧かないので、あの、上でしか湧く場所が、半径128マス以内にはないので、えー、実際は、えー、っと、128より外でも湧いてるんですけど、 うん地面でも湧いてるんですよ。でも、私がちょっと遠くに居すぎてて、すぐ消滅してしまうので、えー、湧くチャンス、可能性はね、その上の箱でしかない。箱の1000ブロック近くですかね。でしか湧かないので、えー、どんどん次々と、殺せば殺すほど、どんどん湧くという感じになってます。下に作ってもいいんですけど、湧き潰しっていうのをしないと、同じようなことはできないということですね。なので、空高くに作ると、あの今、周りになんもブロックがないので、あのー、湧き潰しっていうね、 他のモンスターを湧いちゃう場所を明るくしたり水で埋めたりする必要は全くなくなりますよということです。今回ちょっと簡単なやつを作ってみましたけどこれだけの小規模なやつでも非常にこれだけ湧いてくれるんで大規模なやつ作るとすごいですね多分。またボロ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 落ちてきますんで。 そうですね。なので、うん、結構効果がいいんじゃないかなと思います。皆さんも時間があるときに天空に作れるようになったんで作ってみてください。ということで今回はこの辺りで失礼します。ではではは。